タロンはクライスラー社がイーグルブランドで販売していた自動車である。タロンは当時のクライスラーが北米市場で次世代コンパクトクーペを製造するにあたり三菱自動車と事業を協業して新車開発を行うという経緯を得て誕生した。タロンは両社の合弁企業であるダイヤモンドスターモーターズにおいて製造された。ベースはギャランのコンポーネントが使用され、 エンジンも三菱を代表する 4G63 エンジンが搭載されるなど共同開発とはいえ実質は三菱色が非常に強いものであった。エクリプスとの変更点は少ないがタロンの特徴としては外装がツートンカラーとなっており全車ルーフが黒に塗装されていた。全体的に不審であったイーグルブランドにおいては エクリプス同様にそのパフォーマンスが評価され優秀な販売成績を残した。しかし現地での扱いは皮肉にもエクリプスと完全に同一視されていた。タロンはイーグルブランドのスポーツクーペとして1989年から投入された。三菱、エクリプス、プリムスレーザーは姉妹車である。エクリプス、 レーザーとの外装の際は、透過類やグリル形状程度で少ない。グレードは、ベースモデル、Z、オード、イの3種で構成されていた。エンジンはすべて時期4ツインカムであり、ベースモデルは、4G37 を搭載した DL が追加され、従来のベースモデルは、ES へとグレード名が変更となった。このマイナーチェンジにおいて、タロンは、エクリプス、 レーザーと外装を大きく差別化し、独自色が強いモデルとなった。マイナーチェンジモデルは1994年まで生産され、その後2代目へと移行した。なお、姉妹社のレーザーは1代限りで終了となっている。タロンは1994年に2代目へとモデルチェンジをする。先代と同じく三菱、エクリプスの姉妹社として誕生した。 コンポーネントの主だった部分は、先代から踏襲しているが、グレードは整理され、クライスラー 420A ツインカム、自然吸気搭載の S、4G63 ツインカムターボを搭載するツイの2種類で構成され、オードモデルはラインナップされなかった。あとの1995年に上期に加えて新たにベースモデルが追加された。 仙台同様に姉妹車のエクリプスとの変更点は少ないが外装は独特の形状のフロントバンパーを装着し、さらにはエクリプスにはない特徴的なハイマウントリアスポイラーを装備していた。また、エクリプスにラインナップされていた2.4リットル自然吸気エンジンは設定されなかった。1998年のイングルブランドの終焉ともにタロンの歴史は幕を閉じ、 エクリプスの姉妹車はすべて消滅した。ありがとうございます。